始まりましたね。久々の今日は一人なんでね、ゆっくりやりたいと思います。語り合いたい遅い、厳しいですね。まだ4分うん、4分やろ。厳しいですね。そこまで遅くない。それではね、いきますよ。今日も一人でね、ニコナイツ。いや、始まりましたね。ちょっとじゃあ前に読もうか。一人だからね。なんとですねやりましたよ、皆さん。わかります？まさかって、わかるんです。お、鋭いですね。3回戦行きましたよ、本当。イエーイ。まさかそんな時に一人とはね。一人で誕生日を祝う OL の気持ちが分かります。3回戦ね、すごいことですよ、これは。本当にあの総エントリー数がね3500とかそのぐらいなんですけど、今残ってるの250ぐらいですからね。10分の1に残ったと。すごいこと。次が3回戦で、次が準々決勝で、次が準決勝で、最後決勝ですね。すごいあるんですよ、うん、やっぱね、回数重ねた方が開催側はね儲かりますからね。3回戦とか4回戦で観覧料取るわけですからね。プラスそのオーディションという体な以上、芸人さんにお金は出ないですからね、うん、有名な芸人さんを何十人も集めてタダでライブができるってなりゃ、そりゃ何回も開くわ。あんまそんなに言っていいかわかんない。これが原因で出れなくなってやる。出演はいくらかかる？エントリー料が1組2000円ですね。うん。かかる。ね。だから出るものがね、会場代しかない。うん、そりゃね、開けば開く。しかもね、1回戦目は観覧料500円なんですけどね。2回戦で2000円になって、3回戦3500円です。うん。どんどん、まあそれだけ名のある人たちが残ってるから、そんだけの価値はあるだろうというね。まあそう、価値はあるんだけど、それをね、芸人さんに出演、まあいっか完全に足元3500円ぐらいだったら来るだろうというね、あれですよね。だってね、出演料かかってないんだから、本来別に1000円でいいわ。ね、だから3回戦で3500円だから、どうなっていくんだろう。ジンジンはね、普段なんか舞台とかテレビもね、やっぱちょいちょい出てますね。この間もなんだっけな、ドラマなんだっけ、名探偵春夜みたいな、ないですか、なんとか探偵春夜みたいな。玉森くんのこの間 M1 の日だから、ホスト探偵じゃねえな、玉森くんが主演だ、キスマイの。それが M1 の日だから15日に出てたの、深夜のドラマね。でまたね、次の3回戦23日なんですけどね、
その日もなんか深夜にね、なんだってなんかバラエティに出るんですよね。うん、ねえ、私としてはほんとどんどん出てくれた方が利用価値がどんどん上がるっていう、ね、もう思惑通りですからね、うん、ネタはねちょっとね毎回そうなんですよ。言ったらうちらね M1 しか舞台踏んでないですからね。1回戦でダメだったとこ改良して、2回戦でダメだったとこまた改良して、で分数も増えてきますからね、必然的に違うのが増えてくるんですよね。ダメだったとこ取っ替えなきゃいけないし、分数も増えてくる、必然的にちょっとずつ違ってくる。ベースはまあ受けたところはやっぱ変わらないですね、うん、そうですね。ダメだったところを取っ替えて取っ替えてですね。で分数が増えたらね、また新しいものを足さなきゃいけないから、今2分、3分、4分ってなるんですよね。審査員はね誰なんでしょうね。作家、吉本の作家さんじゃないですかね、うん、3人ぐらいでやってんのかな、うん、そうなんですよ、吉本主催ですよ。うん、だからね、ちょっとネタ的にもね、どうなのかっていう、ちょっと吉本批判みたいなネタなんでね、このまま行ってもいけんのかっていうのが、吉本批判ではないんですけどね、うん、吉本にあんまよく思われてないというネタなんだけどね、うん、吉本じゃない人ももちろん、いっぱい残ってます、うん、被害妄想なのかね、被害妄想ではないですよ本当に、うん、まあやっぱね、うん、こういうタイプがいないですから芸人で、うん、叩けば埃が出る人間と思われるのもしょうがないですからね、うん、まあ、まあそれを言うっていう芸人じゃなくてもいないって言って何人なんだよ、うん、そうなんですよ。だからこのお笑いのねオーディションとかもよく行くんですけどね、散々ネタやり終わった後にこのプロデューサーさんが見てるんですけど、ネタ終わるでしょ、そしたら、うん、君はねまず笑っていい人種かどうかわからないって言われますからね、うん、もうどうしようもね、じゃあネタやらすんじゃねえよ、ネタ以前の問題じゃないか、ね、うん、笑っていい人種かどうかわからない、まあ多分ね普通に暮らしてたらこんなやつと合わないですから、まずこいつ芸人なのかっていうことになるんです、ね、そんなこと言われてて、まあねよくアドバイスとして言ってくれてるんですよ、うん、まあ多分ね、うん、なんか最初にこの見た目のとっつきにくさを払拭しないと、うん、まずいよということなんでしょうけどもね、うん、そうなんですね、うん、ネタの内容以前の問題ですね。いやそうなんですね、芸人のオーディションに来てんの、足運んでんだからね、うん、フリップ持ってきてんだから電車に揺られながらね、うん、笑っていいに決まってるんでしょうけどね、うん、まあでもやっぱねそのちょっとおかしな人もいるから、うん、中には本当のやべえ方のやつじゃねえかと思われがちなんだよね、うん、しょうがないんですよね。本当にやばい方の人はね見た目普通だからね、うん、本当にわかるでしょそれ、皆さんも本当に、いやアウトドラックスとか見てもねわかるでしょ、本当のやべえやつって普通だから見た感じ、うん、こんなことしないよ、だってやべえんだもん、うん、ねえ、そう、ほんとやべえやつはこんなね髪とかねピアスに時間費やしてる意味ない、暇がないんですよ、もう一個のこと、だからもう服
も多分全部ね、ユニクロとか島村だろうし、だいたいチェックのシャツだしね、うん、でリュックしょって、まあそういう、それを言うとね、まあ伊藤さんしか浮かんでこなくなるんですけどね、あんま言うのもね、まずい、ね、今もチェックのシャツでメガネかけてリュックしょってるって言ったらドンマイしかいねえだろうと思った、うん、いや、あの人は、あの人こそ本当にやばい人だからね。これね、あんま、ね、言わなかったですけど、あの人、酔ったら、やばいやつ、やべえからね。本当に。ゴミ箱蹴ったりするから。本当のやべえ人はもうそういうことだからね。なんか溜まってるもんがさ、一気に出ちゃうタイプ。ね。いや、溜まってるんじゃないですか、うん、いじられてますから、だからいじられてるストレスが溜まってくるんじゃないですかね、うん、ちょっとね、伊藤さんについて語ります。まあそれ時間もったいないな。 CM ちゃん、さあずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。伊藤さんはね、よくうちの店で飲んでます。この後とかもね、よく飲みます、うん、飲みたげなね、空気を醸し出してくる。お酒弱くはないかな、だから徐々に変わってくる感じですね。この後どうしますみたいなさことを言ってくる。この後どうするっていうセリフって何なのって思いますよね、飲んでて。この後、ね、よく言う女子はね、よくわかると思う。そうやって言ってくる男子いるでしょ。この後どうするってさ、別に飲んでてこの後どうするかを決めてないからね。完全になんかどっか行こうよって言ってるようなね、もんじゃないですか。なんでその、普通に誘えよって思いますよね。なんだこの後どうするって、謎なぞかよ。この後どうするって何なんだろうね。普通に飲もうよって言えばいい。この後どうする、そういう歌あったな、ダイナマンかな。どうするどうするどうする、この後どうするっていうね、曲があったような気がする。デンジマンかな、ダイナマンかな。この後どうする、そうなんですよ。ネタもね、M1 のネタもね、結構ホストあるあるというかね、ホストあるあるじゃないな、女女子あるあるみたいなのがねメイン。まあそれもね、吉本の話とそういうネタなんですよね。あのね、まあ言ったらね、女子も言う人いますから、ね、この後どうする、まあそんなのはネタに使ってないですけどね。例えばね、ホストクラブに来てね、お客さんが指名の子がいるでしょ。
例えばじゃあ枝の女の子とかを友達とか連れてくるじゃない。でその指名者がね、うちらが席立った後にやっぱね、友達同士盛り上がるのは、あの指名の人とやったのとかって聞くわけですよ。女の子同士で、ね、オンリーになった時とか、とかね、まあ、バカなヘル、たまにね、バカなヘルプが聞いたりするんですよね。カオルさんとやったんですかみたいな。もうバカか、お前と思うんですね。そう、ヘルプが聞くなんてね、言語道断なんですけどね。まあ、友達同士だとね、聞くこと、いや、いるんですよ、本当に。ヘルプのね、昔すごいのいたからね、もう本当真面目なおかっぱ頭みたいなやつが、新人で入ってきて、こう、ノートにね、いろいろメモってんの、もう、ヘルプ中も。で、その、お客に、俺のいないところでお客に、その、色恋営業とは、どういうのですかとか、枕営業とは、とかって聞き始めて、いや、それノートに書く、やめろやと思うんだよ。まだそんなね、言葉が、出揃ってない時に、聞くなよ。そういうのなんかしろって言ってるみたいじゃん、ね、そんなの。なんで客に聞くの。で、なんとかさん今色恋営業されてるんですかとか聞き合って、バカじゃないの、うん、まあ真面目すぎてそうなったんだろうからしょうがないんですけどね、うん、でまたね、さっきの話ですね、その女の子同士ね、あれやったのとか聞くやついるでしょ。まあヘルプでもいるとして、そしたらね、これはね、まあ大体ね、ホストクラブ来てピザ頼むやつはね、大体こうやって言うんだけどね、やってもないのにね、ご想像にお任せしますとか言うんだよね。いや、お前そうやって言ったら、やったみてえになるじゃねえかって。そう、否定しないんですよ。やってないんだから、やってないでいいじゃねえか。何をその、ちょっと、見栄というかさ、まあ、嘘にはなってないんです。想像に任せるわけだから、嘘にはなってないんだけども、嘘にならない嘘というか、まあ、ご想像に、とか、それは、ちょっと、とか、それは想像に任せるわ、とか。いや、そんなん言ったら、下みたいじゃねえかと思う。もうそういうやつ大体ピザ頼むからね。うん、ピザのね、端まで食うやつだぞ。端かてえのに。端まで、ピザの端まで、だいたいホストクラブでピザ頼まないでしょ、普通。うん、端まで食ってんじゃねえよ。ね、そうなんだ。なんでピザなんですかね。まあ、だいたいそういう、こう、デブだからじゃないですかね。うん。うん、そうです。いや、言ったらだって、元をたどればデブだからやらないっていう話になってきますからね。こっちも。こっちとらね。デブだからやらない。なんでデブなのか、ピザ頼むから。で、デブだからやらないから、見栄を張るっていうことにつながってくるんですよね。解決しましたね、これね。うん、全部つながってるんですよね。今解決したわ、私の中でも。うん。うん、酒飲んでてピザなんて食うからやられねえんだよと思うんだよね。痩せればね、うん、まあ、それは、どうでしょうね。私はやっぱ純粋に細い子が好きですからね。うん、痩せた方が、痩せてればまあ多少顔は免除できるかなっていうのはありますからね。うん、痩せて可愛かったらそんなもんその日にやるでしょう、ね。非常階段行きでしょ、そんなやつ、ね。そういうお客の方が、そういうお客っていうのは、どっちの、客なんでしょうかね、うん、まあ、太った、いや、そういういるんでしょ。ピザの方多いですよ、本当に。そういうね、なんか醸し出すというか、まあ大体のね、8割いた客ですから、そんなことないですけど、それはたまたま私だけだったかもしれないですね。あとね、その鬼伝する子とかいるでしょ、うん、非常階段はね、都市伝説じゃない、マジ伝説だよ、ね、うん、ど真面目伝説ですよ、ね、うん、
あとね、やっぱね、そうそう、鬼伝する子ね。鬼伝しといて、これね、別にホスト来る子だけでもないんですけどさ、まあ、嫉妬深い女の子の子さ、鬼伝とかして、しつこくどこいんの、どこいんのって聞いて、で、出てさ、心配だったからって言うやついるでしょ。あのね、それをね、心配って言わないからって思うんですね。心配じゃないよ。完全に嫉妬でそういう行動になってるわけじゃん。ね。心配って言えばなんかね、気にかけたみたいな、いい言い方になってるでしょ。心配だから電話した。やっぱ心配とはもう全然意味が違うからさ、うん。ただの嫉妬。うん。ね、何心配という単語を使って、ね、こっちに引け目をというかさ、気をかけてやった感を出してんだよ、ね、そう、その正当化する女ね、うん、これもね、大体ピザ食ってんだよ、ね、うん、みんなピザ食うんだから、ピザ食いながら電話してきてんじゃないかって思いますよね。うん、受話器にピザカスが詰まる、だからだんだん聞こえづらくなってくるてね、うん、ねえ、そうなんですよ。ホストクラブでピザ食って家でもピザ食ったらそれは抱かれねえよ、そんなやつね、うん、ピザ三昧じゃない、ね、太るしね、ピザ臭だしいいことないじゃん。そうなん、そういうね、あるあるというかね、そういうのが、ね、多いんですよね、ホストをやってたらね。あとピザ食いながらね、ソファーに、まあ、今いないかもしれない、今ね、昔は結構もうバカ騒ぎ、ホストクラブでバカ騒ぎするお客さん多かったから、今多分いないと思うけどね、もうピザ食いながらソファーの上に立って歌カラオケするやつとか大体売りかけ飛ぶから、ね、そういうやつ、うん、ソファーの上に立ってカラオケする女はね、大体かけ飛ぶから、今もいるの、今はちょっとやめてくださいみたいになるんじゃないの、ね、ピザ食いながらはんね、大体カラオケでソファーの上ではしゃいでるやつ飛ぶよ、売りかけ、うん、あとね、もうそれ、まあそれぐらいだったらね、まだちょっとボトル入れさせるのはやめようぐらいなんですけどね、もうこんなやつは確実に飛ぶっていうのがね、久保瑠璃子の男をね、男の部分をホストに変えて歌う、替え歌するやつね、大体いつもホストなんてってね、歌うやつはね、もうすぐ売りかけ飛ぶから、ね、うん、いるんですよ。それをね、ソファーの上に立ってピザ食いながらなんて言ったらね、もう他の店も飛んでるよ。飛んでからこっち来たようなもんだよね。うん、ね、だから他の店のホストが乗り込む可能性があるっていうね、うん、一番恐ろしいパターン。ね、すぐ売りかけ飛ぶやつね。もうストラップがキティちゃんだらけとかもね、すぐ売りかけとくんですよね。で、ピザ食ってから、ね、終わっちゃったよ。そむいてビクビクしてては掴めないような方、吐くいしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。